あ、挨拶思いつかへんかった。どうも皆さん。ちょっともう、なんなん、ちょっともう一回行こう、マジで。よーし、続きね。続き、AI ソムニファイルやっていきたいと思います。挨拶考えつかなかったです。はい。そう。いつもみたいに挨拶したかったんですけどね。挨拶の言葉をね。それより気になってるのが、アセトンちゃん、ちょっと太った、ね、ちょっと太りましたよね。まあ、ちょっとやっていこうか。ママ、イリスを紹介する。彼女です。こいつを紹介しよう。うん。この子がイリスだ。あ、彼女やで。はじめまして。はじめまして、いい子やね。ネット界の揮発性妖怪、うん、アセトンこと A セットです。じゃあアイドルの挨拶せんといて。じゃあ普通の一般人の挨拶してくれよな。こんにちはとかさ、本名とか。あ、じゃなくて。うん。サダンイリスです。よろしくお願いします。もうワンちゃん惹かれるでお前、ママに。あら、かわいい。まあ、かわいいな、ママよりはかわいいな。少女、何聞いてんねん、少女よね、何聞いてんねん、だからマジで。ええ、アセトンちゃん、どうなん。まあ、そうなんや。あ、ごっちゃんです、ありがとうございます。最高ですね。奇遇だな、私もだ。当たり前やろ、お前は。お前機械やんけ。だろうな。ナイカドロズについて。悪いけど聞いたこともないもん。聞いたことないか。情報通のママでもか。ママでも知らんねんの。私が知ってるのはローカルなネタだけなの、うん、東京の裏社会には詳しいけど、グローバルな話はさっぱり。なるほどな。武装集団の情報教えてくれ。なんか知ってるか。多分相手は多国籍マフィアだと思う。そんな何でもありやん。ISIS やん。なんか知ってるやばい海外のやつらっていうのはもう、ISIS、あれ読み方合ってんのかな、イズイズやんねんな。いろんな国のゴロツキどもを寄せ集めてできた組織。はぁ、金のためなら何でもする連中よ。やばいな。きっとナイクスが雇ったんですよ。マジで？そうかな、やっぱり。まとめるようなことなかったやろ、あんまり。一つ確認したいことがあるんだ。おう。なに？昨夜俺たちは小金横丁で待ち伏せされた。いや、そうやん。ママに聞きたかってん、それを。俺たちがここに来ること誰かに話したか。いや、正味言っとくけど、ママめちゃくちゃ疑ってんで。伊達は、俺はめちゃくちゃ疑ってんで、おめえのこと。ああ、そういえばママにも電話で言ってたな。ママと、あとボスか。イリスと一緒にここに来るって。そうや。そうね、言ったんか。一人だけ話したといえば話したわ。誰誰に。誰だ。あなたに会わせる予定だった人よ。それ誰やで。誰やねん。レンちゃんに腕時計を送った人物。めちゃくちゃ重要人物やん。そいつの名前は。おう。ふうたくん。ふうた？急になんか忍者みたいな名前。天の間ふうたくんって人。誰？ちょっと。マジで誰？あとすごい名字かっこいい。交換してほしい名字。無理かな、今から名字って解明できんのかな、無理かな。え、知ってんの。どっちも。なんだって言うレベルなん。俺全然知らん、天の間くん。天の間風太。天の間風太。お前ピューター。あ、ピューター。あ、なるほど、ピューって吹く風みたい。ピューター風太。わー、お前天の間風太なん。緑大好き、友達やと思ってたのに。あと右下でコントローラーの接続が切れたことがみんなにバレました。え、ピュータだ。お前ガチでびっくり。ガチでびっくりしたわ、ピュータ。マジで。ママカツオ節磨いてる。もうイリスはいらんかな。なんか飲む。あ、いえ大丈夫です。ママ、じゃあちょっと焼酎ロックでくれへんか。ストレートでもええで。あ、まあ、軽っ。ママの印象、とても可愛くて、うん、素敵な女性だと思います。うわー、これいいですね。アセトンちゃんは世渡り上手ですね。まあ、なんてよくできた子なのかしら。あ、ママ言っとけど、これは多分アセトンちゃんの本心ではないで。うん、ちょっと世間的にしてるだけ。いや、こんなとこで働かせられるか。おい、イリスはまだ高3だ。ほんまや。じゃあ未成年無理。卒業したらいらっしゃいよ。まあ、でもアセトンちゃん売れるやろな。時給600万円出してあげるわ。どんな計算やねん。だって私も肉体が欲しい。金に釣られんな、おい。
AI があの姿じゃ雇ってもらえないと思うぞそうやな、もうコスプレ喫茶ぐらいしか無理やろ。コンカフェとかいいですか。ピュータゴラーボケ、お前あいつなんやねん、お茶飲もう、出てこいや。いないみたいですけど。7時に、まあ、定時上がりってことか。もしかして、うん、帰っちゃったんじゃ。全然そうやろな。そんなはずはない。なんでピュータは必ずこの部屋のどこかに。あ、ピュータここにもう寝ついてんねや。家ないんかな、あいつ。ラテ、お前の推測は正しいようだ。え、近くに生体反応を確認。お、やっぱりか。ピュータか、うわ、こいつマジ最低やな。忍者みたいな名前しやがって。は、そんなところに。いや、分かってるわ。ちょ、何やねん、ロッカーしかないやろ。え、ね、何してんの。え、囚われてんの。え、ちょっと、え、貫通してる。ちょっと待って。え、ロッカー一つ一つじゃなくて、これ、え、三位一体、三位一体のロッカーってあんの、これ。なんなん、三位一体のロッカーって。いや、あの、アセトンチェーン投げてもらえよ。え、ちょっと、たま、おい、わかったよ、全部教えるからさ。お前、え、お前なんでタメ口やねん。お前、お前年下のお前後輩やろ。おい、ふざけんな。俺とイリスが小金お前連中に言ったのはお前だな。お前、え、お前ってそんな白髪やったん。ええ、そうですよ。あ、銀髪じゃなくて白髪やわ、こいつ。雇ったのは沖浦さんですけど。お前、え、ほら、やっぱでもピュータも怪しかってん、なんか逃がしたり。89号。ってことはやっぱり沖浦さんはナイクスの。そういうこと。ナイクス、ん、とぼけんなよ。お前もナイクスの側の人間なんだろう。知ってるやろ。よくわからないですが、僕は個人的に沖浦さんに協力しただけです。なんで。じゃあ89号の逃亡を手助けしたのも。そうやんな、最低。どこまで知ってるんですか。この子はお前よりは賢いわ、お前。いいから答えろよ。答えろよ、こら。確かにそ、僕がサポートしました。もうちょっとピュータ、俺お前緑好きやから、お前愛していたのに。お前このゲームの中で一番、いや、ほんまは十何番目やけど。うん、ナースの疑問に思ってた。ナースのお姉さんの方が上やけど。どうして89号はこの警察総合庁舎からあっさりと逃げ出すことができたのかってな。いや、そうやんな、どんだけセキュリティガバガバやねんって思ってたもん。警察、あの時人質に取られていたのはお前だ。うん、お前が89号を導いたんだとしたら説明がつく。おう、ビューダー、逃亡補助に関する経緯。2日前、沖浦さんが病院から抜け出した後のことです。おう、沖浦さんは電話で証拠殺害事件の捜査状況を定期的に報告してほしい、はい、そんな風に依頼してきました。ほう、で、昨日ボスから89号が来ることを聞いた僕はそのことを沖浦さんに伝えたんです。いや、なんかボスは黒幕やとはちょっと考えたくないねんな、俺の正義感で。沖浦さんは俺正義感あんねや。なんとかして89号を逃がすことはできないか。なんでそんな喧嘩越しな、89号。あの視聴者にガン飛ばさんといて。視聴者の皆さんめちゃくちゃメンタル弱いから、うん、YouTube 見て暇つぶすぐらいやからさ、現実から逃避したい人たちやから、ちょっとあんまガン飛ばさんといたって。あ、ちなみに俺もそうです。なんとかしてって言われても、はい、YouTube 大好きです。僕は困りました。おう、途方に暮れました。おう、けれど敬愛する沖浦さんの頼みです。お前ホモかよ、お前。別にええけどさ、もうかっこいいもんだって。ピュータの顔面じゃそりゃ沖浦さん好きになるよな。そりゃ沖浦さんが好きなん。死にそうな声で。そうなん。僕に向かって懇願してきたんです。懇願。決して断るわけにはいきませんでした。ええ。僕は天才的な頭脳を働かせ、自分で言うな、おい。自分で計画を練り、その結果は伊達さんもご存知の通りです。ええー。うわ、こいつ黒幕やったん。89号を取り調べ室から外に連れ出すまでの経緯は、ああ、昨日話した通りです。うん、もとも銃で脅されていたわけではありませんでしたが。それも89号に伝わってんのかな。要するに一芝居打ったってことだな。いや、だって助けてくれんかったもんな。お前はあの時
人質になったふりをしてただけで、じゃあピューター演技下手くそやわピューター一回劇団入り、うん、ピューター演技が下手くそすぎる。さすがに俺でも気づいたわ、ピューターよ。どんだけこいつアホやねん。もっと抵抗する素振りとか見せろよ。89号にも計画のことは伝えてあったんですね。おう、もちろんさ、もちろんさ、もうね、慣れ慣れしいなお前。取調室に2人で JK やぞお前。ああなるほど。奴は2つ返事で了承したよ。塀の中から出してやるって提案だ。断るわけがない。うん、もし仮に失敗しても奴の刑期はこれ以上伸びようがなかったしね。ああなるほどな。まあ、伸びてもあれか、ボスが取り調べに立ち会えなかった理由。僕はこう見えて本庁のキャリアの連中とも親しいんですよ。まあ、ずっとここおるもんな、ホームレスやし。大学時代の友人が何人もいて、そのうちの一人にボスを呼び出してほしいと掛け合ったんです。こっち見てくんな、ちょっとお前こっちちょっとこっち見んな。おい、おきゅうらの腕時計。お前がおきゅうらに腕時計を送ったというのは本当か。おう、え、やっぱそういうこと。え、ほんまにホモなん。別にええけどな、ホモでもな。ええ、本当です。ただおきゅうらはかっこいいけど、ピューターはそこまでやからあんまり喜ばんと思うで、不助手は。それ以上聞く必要がなかった。なぜピューターはオキュラに協力したのか。今の返事の中に全ての答えが。どこに、ちょっと、答えどこにあんの、ちょっと俺だけわからんの、答えどこ。オキュラが89号を連れて逃げた理由。まあ、先々行きましょう。理由はわかりません。はい。あ、じゃあもう撃てえで。うん。あ、もう撃て、もう撃っていい、全然撃っていいよ。全然撃っていい、なんか書けないか、敵おらんか他に。絶対ピューと助けるやろ、オキュラ。89号は必要だって。それ以外には詳しいことは何も。もう今すぐ撃ってえで、ピューターは。うん、一回裏切った人間はもう信用取り戻すの大変やから。オキュラの居場所を吐け。なるほど、話は分かった。分かったよ。で、オキュラは今どこにいる。どこだ。仮にそれを知ってたとして、僕が話すと思いますか。いや、うざー、なんかちょっと態度うざは。いや、ちょ、腹パン決めていい、みんな。態度うざ。お前、その緑全部赤に着色すんで、マジで。腹立つわ、こいつ。話せなきゃ。なんなん。体のどこかに穴が。怖、ちょっと。俺怖。あれ、それはありえませんね。なぜ。なんで笑ってん、なんで笑ってんの、お前。伊達さん。僕が今真相を告げたのは、え、伊達さんに脅されたからじゃないんですよ。実は、普通にアセゾンちゃん大好きで、みたいな。僕はただ、知ってもらいたかっただけなんです。どうで、どうで、こっち見てくんな、だからおい何のための両手頭ドンやねんな。何のための両手頭ドンやねん。意味ないやん、こっち見てきてたら。手錠かけさせてやと、伊達さんに本当のこと。なんかその余裕な態度なんなん。どういう意味だ。どういう意味や。伊達さんは一つ、え、大事なことを忘れてます。大事なこと。相棒を作ったのはこの僕なんですよ。うーわ、だからなんだ。生かすも殺すも私次第みたいな。うわ、なんか怖い。ピューも警察クソ。やつの手を。何、ちょっと、うわ、ちょ、あ、なんもなかった。撃て、早く撃て、撃てよー。アセドンちゃん殴れ、アセドンちゃん殴れ。生足で、足でもう しき抱きしめろ、足で。一緒に来てもらう。ピュータ怖っ。怖い怖い、マジで怖い。じゃ、だからもうお前、アセトンちゃんも行動せんよ。生足でお前、圧死させろって、お前、バカ。アセトンちゃん。でも可愛いから好きです。やばい。ピュータの野郎。クソ野郎が！だて、落ち着け。運転に支障が出る。あ、わかりました。ほんまにすいません。事故を起こしたら、イリスを救出できない。全然車ないけどな。イリスの現在地は、まあ、雨やからな。現在地は。わからん。じゃあ、モーマに渡したやつは、あれ。もうすぐに伏線回収やん、前回の。モーマからもらったやつ。どこに向かってるんだ。知らんがな、おい。知らんがな、家帰ろうぜ、もう。アセドンちゃんどうでもいいから。ひとみさんがおったら大丈夫。でもひとみさんが悲しむから、アセドンちゃん助けに行きます。知るか、うん、お前が勝手に飛び出してきたんだろ。いや、そうやで。携帯の GPS は。やべ、電源が切られている。いや、モーマやって。出た。
モーマーモーマー、どこか目立たない場所につけといてくれ。モーマさすがやなお前。え、モーマはできる大人です。はい、僕とは違います。僕はただ叫ぶしかできない。モーマーって叫ぶしかできない。モーマに連絡。了解。うん、モーマー愛してるぜ。アセトンちゃんがさらわれたんや。俺は手早く事情をした。アセトンちゃんがやべえぜ、ごめん。アセトンちゃんが拉致られた。お前もう全国の全暴力団に連絡してアセトンちゃん探そうぜ。マジでもうそれぐらいのレベル。うん、じゃあごめん、まあ後でショットガンで撃ってええから、アセトンちゃんのこと全然もう無理心中してええからさ、アセトンちゃんと助けたら。俺はダメやけど許してよ。なら後でたっぷり聞いてやる。そうや、ちょっと暴力はちょっとやめてな、マジで。それよりも早くイリスの居場所を。イリスの居場所を。くそ、しばらくしてもうま叫んだ。孤独有明4丁目港の倉庫街だ。もうまたそう、また倉庫や。もうアゼドンちゃん、ジエンド。アゼドンちゃん、お疲れ様です。ある場所だな。まあ、アセトンちゃんし、あー、皆さんアセトンちゃんまた死にました。この子は何回死ぬんですか、このゲームで。笑えますね、本当に。イリスの死体を見た。笑えねえわ、マジかよ。お前らも来い。聞こえてんのか、この野郎。聞こえてる。じゃお前らも来てくれへん。ちょっと女子一人、女子と一緒にはちょっと不安やからさ。分かった、うん、助かったよ。ちょっと伊達一人の力じゃ無理やと思うから、お前ら助けてくれ。オッケーオッケー、分かったぜ。ごめん、ちょっと俺喋りすぎやわ。俺モーマのトーク中にめっちゃ喋ってる。ごめんモーマ、お前の見どころ奪って。大丈夫か。え、うわ、なんなんこの黒いバン。これあれちゃん、ほら、あ、覆面ピュータもこの一員ってことなの。怖いわ。厳重すぎます。ちょっとこれ勝てるわけないです。でも謎に意味深のドラム缶がある。何人倒せばええねんこれ。ちょっともうもうま来ても無理です、これ。高層レベル。あ、ちょっとちっちゃく伊達が。いや、高層レベルなんですけど。あとちょっと待って、くしゃみが出る。何かって何？急にハンターハンター、あるか。何かズーブ NV。 はぁ、あ、なんこれ。何かって何やねん。だからうん、例の多国籍マフィアか。全員バラクラブつける誰かわからんな。絶対陰キャーは。敵がいるのはあそこだけではなさそうだ。いや、十何人おるべ。随所に複数配置されている。もう早くサンドバッグみたいに来てくれんかな。サンドバッグなって俺のために立てたなって。何かって何なん。何かって何武装集団。あ、遠くで見えへんってことか。なるほどなるほど。敵は全員アサルトライフルを所持して。やばすぎやろ。リボルバーじゃ語れへんやん。だってここを突破するのは至難の技だぞ。そう、しかも全員ほぼ同じ体型。まあ、軍人やからかな。マフィアは軍人なんか。どうすんねんこれ。これはなんや。可動式のバリケード2箇所、うん、倉庫の前に設置されている。うん、可動式動かすことができるってことだ。これで一網打尽できるかな。他なんもないんか。ねえな、なんか見るとこあるか。もう終わりこれ。ちょ、終わり。終わりこれ。終わり。苦しい。なんもない。もうない。情報がない。上ある。あ、上なんもない。積んだこれ。積んだ。ちょっと積んだ。ちょっとは積んだ。積んだ。攻略サイト見なあかんこれ。ちょっと待ってくれ。なんもわからんぞ。歩けや。
こいつ何して歩けて、ま、何のための歩行やねん。何かあった、よかった、積んでなかった。バン、アセトンちゃん、アセトンちゃん裸、これブラジャーなってるんくない、これ。え、間違いない、イリスだ。大丈夫か、お前。ちょっとマジで、お前ほんまに、え、ガチでなんか襲ってない、これ大丈夫。理由はわからない、ほんまに。うん、ひとまず生存していることが確認できた。マセゾンちゃんに心の傷増やしたらマジでお前ら一族の音ぶっ潰すで、マジでほんまに。問題は、うん、どうやってあそこまで行くかだが、全員焼け野原に住んで、焼け野原にはでけんけど、オッケー。およし、それじゃ行くぜ。なんで一人やねん、ちょっとなんでやねん。別にええやん、なんか友達の娘が襲われてるからで、なんか仲間呼べよ。なんで一人やねん、二人じゃきついやろ。待て待て、バカかお前は。いや、そのライフルでなんとかなるかもしらんけど、ワンちゃん。そのまま乗り込んでいっても蜂の巣にされるだけだぞ。そうや。相手は銃を持ってんのか。マフィアや、マフィア。そうだ、その一人や二人じゃない。やばいよ、アサルトライフルを持った奴らがうじゃうじゃいる。モーマでも強、なんかモーマ強そうやな。なんでわかんだよ、こんな黒いのに。あ、そんなにだから視界がないんや。俺が金庫の中身を当てたこと忘れたのか。うん、俺には超能力がある。まあマジの超能力が見えるし、物体を透視することもできる。うん、マジだったのかよあれ。それ勘で当てられへんやろ、そのフィギュアは。さら、俺の手でさらに情報を付け加えた。突き当たりのバンの中にイリスがいること。そこまで行けたらいいねんけどな。そこに行くまでの途中に2カ所可動式のバリケードが設置されていること、それを伝え終えて、モーマを見つめ、作戦を練る必要がある。うん、協力してくれ、協力してくれ。おう、もちろん構わねえが、その前にいくつか聞きてえことが。どうした、え、まだなんかあんの、聞きたいことと。その3つもあんの。アセトンちゃんを連れ去ったやろ、確かピュータとか言ったが。うん、そいつの目的は何だ。いや、わからんねん。多分オキウラに頼まれたんだ。おう、オキウラに。あ、それ知り合いやもんな。俺はオキウラとピュータの関係についてモーマに伝えた。そういや、オキウラはアセトンちゃんを探してたんだったな。うん、しかもそれだけじゃない。俺が別の平行世界でイリスの死体を発見したのはオキウラ水産冷凍倉庫だ。うん、なんだか嫌な予感がするな。モーマすげえな、そのなんかすごいなんか対応力があるな。よう受け入れれんな、その平行世界の話とかさ。聞きたいこととは2。敵の連中はどうしてこんなところにアセトンちゃんを。いやー、わからん。それも港の突き当たりに止まった場、うん、その近くには沖浦水産冷凍倉庫。あ、わかるみたいです。わからんのは俺だけ。もしかしたら連中はいずれその中へとイリスを連れ込む気なのかもしれない。いや、そうやな。今は何かを準備してる最中で、それが終わるまで外で待機してるだけなのか。うん。3。アセトンちゃんは突き当たりに止まったバンの中にいるんだったよな。うん、そうだ。だったら倉庫の裏手の方から回り込んで、うん、残念ながらそれは不可能だ。この港の周りは海に囲まれている。いや、海から行ったらええやん。倉庫の前を突破する以外にバンの元へとたどり着く方法はない。いや、なんか天井とかあるやろ。天井とかさ、そう、屋上登って行けよ。なんとかあるかもしれんやろ。ちそう、うまくいくわけはねえか。まあなあ。モーマは猟銃、うん、ハンティングライフルを持っている。いやいや、ね、なんかさっきのショットガンとかじゃ無理な。さっきのっていうか前回か。うん、そいつはおもちゃじゃないよ。おもちゃ持ってきたらやばいやろ。当たり前だ、本物の銃だよ。じゃあちょっとあのモーマ十何人ぐらい倒してくれへんか。モーマでモーマ一人だけで十何人倒してくれへん。俺はあのアセトンちゃん助けるからさ、白馬の王子様役は俺で。どうすかね。一応警察官として言っておくが、銃刀法違反だ。違反だぞ。これまでに何度も見せてんだろうね。そうやな。そう固いこと言うな。言うな。え？多目的高機動装輪車。さまざまな用途に用いられるアメリカ製の軍用車両だ。これで突っ込んでいけんじゃん。あの車はうちの組のもんだ。なんで、ね、いつ使うねんこれ。
あ、こういう時か、こういう時に使うんか。軍の払い下げ品で、うん、窓も装甲も防弾仕様になってる。アセトンちゃんがさらわれた時を。非暴力主義的暴力団じゃなかったのかよ。なかったのかよ。そのためのもんだ。攻撃力を捨てるからには防御力を高める必要がある。確かに。なるほど、一応理にはかなってるな。まとめで、作戦は決まったのか。まあ、バンで突っ込む。考えを巡らせると、閉じ、え、闇の中から1台の車が、やばい。え、めっちゃ明る。え、相乗りのやつ、これ。相乗りの車、これ。見たことある。フジテレビ相乗りの車ちゃう、これ。え、何してんの。なんで。水木、オルタ、オルタ、お前ら、なんで、なんで、なんでって。いいね、なんでってって言える立場ちゃうで、お前ら。言えるないで、そんな時間。伊達さんが連絡してきたんじゃん。え、した。私が二人にナイルしたんだ。何してんねん、おい。ちょ、危ないやろ。お前、モーマンと男二人での突撃やろ、これ。どうして。え、伊達さん、もしもアセトンちゃんの身に何かあったら必ず連絡してよね。全然俺太田嫌いやから、この約束忘れてたわ。太田嫌いやから忘れてたわ。ごめん、みずきちゃん、ごめんな。たとえどんなことがあっても、うん、絶対イリスを助けてみせる。全然役立たへんわ、今回は。アサルトライフルに女子小学生勝てると思う？無理やろ。太田はまあ、ちょっと盾になってもらうけど、約束だ。さすがにみずきちゃん盾にはできんからな。約束とはルールでありプロトコルだ。かっこいい。絶対遵守しなければならない。お前は社交辞令ってやつが分からんのか。そうやな。分からん。何しろ私は AI だからな。 AI やからこそ分かれよ。そういう時だけ機械風吹かせるんだな。おお。それに水木は有効な戦力になりうる。あ、そっか、オキュラの玉よけぐらいにはなるだろう。あ、めちゃくちゃ有用、それは。うん、よかったよかった。何なんだよこのガキどもは。アセトンちゃんの親友や。ガキって言うな。じゃあもう、きお前、めちゃくちゃ銃口向いてるのによう切れれんな、みずきちゃん。モーマのハンティングライフルの銃口、みずきちゃんの頭にドンピシャやで。よう、お前そんな喧嘩売れんな。え、誰なのこのおっさん。おっさん、お前、あ、もう死んだわ。太田を殺してえで。俺はため息をついて首を振り、手短にそれぞれの紹介をした。同居人の小学生とラムネサッカーを目指してる2と。あ、ドキン、俺のことかな。あ、小学生です、どうも。はい。そんな奴らが一体何の役に立つって言うんだ。うん。おっさんこそあんまり役に立ちそうに見えないけど。いや、お前武器見てみろよ。ほか。なんかちっちゃいし。お前よりでかいやろ。うし。俺は別にちっちゃかねえよ。地球の方がでけえだけだ。いや、考えがグローバル。何の説得力もないな。考えがスペクタクル。そういうおめえの方こそスモールサイズだろうが。じゃあもう喧嘩してる場合ちゃうねん、おい。僕は今第一形態だ。ね、フリーザか、お前。何やねん、ちょっとやめてくれ、マジで。関節が折りたたまれてるだけで、うん、本気を出したら3倍になるんだ。何やねん、その海洋拳みたいな。そんないらん、そんなやりとり。見るに見かねた俺はついに大声張り上げてこう言った。おい、お前ら、よく聞け、よく聞け。ここにいるのは全員イリスのファンだ。そうだ。いや違う、俺はイリスの婚約者、フィアンセです。はい、妄想の中では。分かってるか、お前ら。助けに行くぞ。どういう意味。え、見たんかったん、アセトンちゃん。ほんまにファンやった。ほんまにファンや。おいしそう。おい、みずきちゃんもファンやった。またんクルトン、アセトンちゃん。めっちゃええやん。クラゲ食う。どうしてんだから、急に食うなよ。プランクトンとアセトンちゃん。アセトンちゃん、行くぜ。ちょ、いや、もうちょっとうるさいわ、ちょっと。バレるバレる、全然バレる。ええの、行くぞ。みんなで協力してアセトンちゃんを奪還するぜ。オッケー。おう、我ら今こそ団結の時。はっ、もう前なる烏合の敵襲に目に物を見せてくれようぞ。くれようぞ。
おお陸力強振、宇宙強災、不釈神病、旧和整頓。どうしたん急に暴走族みたいな。四字熟語大好き暴走族。おーってなれる意味全然わからんで。イリスの力は偉大だな。一瞬にして打ち解け合ってしまったぞ。まあファン同士やからな。ああ狙い。いいじゃねえか。というわけで俺は合流して水木と太田に状況を伝え。作戦はこうだ。まず太田。お前はあそこにある輸送車を運転してくれ。あ、太田車運転できるか？大丈夫。防弾仕様になってる。撃たれる心配はないから安心しろ。安心しろ。わかった。安心。なんで分かれんねん。お前アサルトライフルで撃たれんねんねお前。一般男性やん。次にモーマ、お前には攻撃のサポートをして。おう。俺と一緒に荷台に乗ってとにかく敵を撃ちまくるんだ。じゃあな。いや、すぐ死ぬで。水木はあの声かけ担当で最終兵器として温存して。あ、言い方。もし仮に言い方っちもそっちも行かなくなったらお前の力を借りるとしよう。そうやな、だって一応多分生かす流れやと思うんで、水木ちゃんは任せといて。おきゅうらのな娘やから。うん。おいだて、お前この子に何をさせようと。見かけによらず、こいつは百戦錬磨の強者だ。信頼してるねんな、ちゃんとな。ちょっとやそっとのことじゃやられたりはしない。うん。本当に大丈夫なのか。大丈夫なのか。大丈夫だって。それよりも自分の心配をした方がいいと思うよ、モーマさん。以上が各自の役割分担だ。うん。この布陣で敵地の本丸に向かって進行していく。行こう。目的地は言うまでもなく港の突端。うん、停車しているバンからイリスを救出し、その後速やかに戦線を離脱する。かっこいい。質問はごめんな、急に IGL してごめんな。ねえな。よし、それじゃ早速だけど始めよっか。オッケー。一丁やったろうじゃねえか。必ずアセトンちゃんを取り戻してみせるぞ。オッケー。せーの、おお。あ、ちょ、おお、俺だけテンポ合わへんかった。俺だけ悲しい。一人だけはずいやつやん。一人だけ急におおっていうはずいやつやん。かくしてイリス救出作戦の幕が切って落とされることになった。行くぞ。え、じゃあ危ないと思うね、水木ちゃん助手席でええと思うねんけどな。こいつら全然気づかんな。ってか、ヘイルーク。よし、始めるぞ。オッケー。これ当てれるか、走行中の。え、俺撃つんじゃんこれ。ナイス回避。この距離でアサルトライフルきついんじゃん。いや、リボルバーの方がきついか。敵が多すぎる。こっちの銃じゃとても追いつかないぜ。うん。何か方法を考えない。いや、ドラム缶。こいつらアホやからエロ本に釣られる。ほらほら、もう完全なる用意やんこれ。スタッフさんありがとう、 AD さんありがとう、用意してくれ。いや、聞いた急に。おっさん、か、開花才能の。え、もうガリレオやんこれ。福山です。福山来てます。撃つしかねえ。だて、一つ作戦を考えた。さすが相棒。どうせろくでもない作戦なんだろう。ていうか相棒止めとかへんねんな、ピュータは。どんだけあいつアホやねん、ピュータ。いいから聞け。うん。お前今懐にエッチな本を持ってる。いや、なんでやねん。なんでエッチな本常備してここ挑んでんねん。なんでやねん。ジェム口笛吹かんでええって、その吹いてる場合か。おい、吹けるんじゃない。うん。昨夜小金横丁で連中とやり合った後、お前はこっそりと現場に戻り、路上に散乱したエロ本の一部を懐の奥へと忍ばせた。え、熟女本もしくはクリムゾン先生の。なんでそれを。同人誌。私はお前の左目だぞ。気づかないわけがないだろう。いや、左目閉じて拾ったんちゃうんか。なんでそれせえへんねん、左目閉じて。アホか。ドキドキすなって、撃つぞ。とにかくそいつを、あのドラム缶の近くに向かって投げるんだ。なんでやねん。相当な遠投力が必要。
プレミアがついてるお宝物の SSR なエロ本なんだ。なんで自分の命よりエロ本優先すんねん。なんでやねん。わかるけどその気持ち。投げろ早く。イリスとエロスとどっちが大事なんだ。いやちょっとうまく言うなよエロスって。エロ、なんでやねん。イリスです。だよな。だったら早くしろ。敵が動き始めた。いやもう投げるしかない。くそ。ちなみに俺の投法はアンダースローです。どうぞよろしく。はい。ちょっとそんな言ってる場合じゃない。うん、投げろ。もうボタン、ちょっと緊張する。ちょっと早な。ジョファン、オッケー。あぶねー。めっちゃ簡単。くれてやらくれてやら。じゃあ、じゃあ、戦闘中に見るわけないやんな。もうどんだけアホやねんな。メタルギアソリッドやんけお前。海外もののエロ本なんかな。大丈夫？顎かゆい急に。ちょ、顎かゆいなってきた。だて、今、あのドラム缶を撃て。撃つぞ。ちょ、泣いてる場合か、おい。ちょ、泣くな、泣くな。うん、あ、同じこと言った。可燃性の液体が詰め込まれている。だから。撃つぞ。あ、もう、わかったよ。いけ。オッケー、オッケー。俺が、俺の、この。オッケー、ちょっと、頑張れ。もうちょっと頑張れ。R2! 危ねえ、 0.02 秒。危ねえ、あ、0.2 秒。24秒。読まれへん、ちゃんと数字。うすげえ。じゃあ、もうちょっとビビってくれへん、太田。水木ちゃん見てないの分かるけどさ、太田、人が爆散するとこ見てんで。もうちょっとビビって、太田。頼むぜ。ドラム缶打つとこいっぱいあんで。お前ら、全然当てられへんな。それ。それをドラム缶に当てる技術に流用せよな。もう爆破できそうなドラム缶はないぜ。いよいよ私の出番か。できんね、水木ちゃん。ダメだ、お前は最終ウェポンだ。秘密兵器。何で撮影？お、トヨタ、うん、そうだな。いいのがあるぜ。考えろ、ソムニウムスキャン。うわー、いるぜ。え？え？お前が手に入れる。うん。他にもあるよな。何で言ったの？もう覚えてないねんけど。だから口笛吹くなって。だから。だからとぼけるなって言ってんだろ。お前持ちか。お前教えてくれよ、持ち帰んにやったらさ。お前、俺もお前そんなお前、そんなお前おかずにする。パンツとブラジャーのことだ。なんで教えてくれへんねん、持ち帰ってんねやったら。証拠品として。ふざけんなよ。苦しい言い訳はやめてくれ。お前もう家宝にすんのに。とにかくバカ。あのコンテナの真下に向かって。オッケー。いや、ちょ、あのブラジャーは多分ヒュルヒュルヒュルと落ちると思うけど。本やったら重みあるからいけるけどさ、風に対抗できる。なんでだよ。ブラジャー丸めてもきついと思うで。メガネグラのキャバクラティーフブラウのレイカちゃんにプレゼントするから。いや、レイカちゃんはそのオフルのブラシはいらんやろ。他人が使った下着を。いや、ほんまに。しかもママのママなんか知らんけど。古い方がいい。そんなことはないやろ。フランスの有名なことわざ。聞いたことないわ。なんで日本語やね。しかもフランスやのに。そんなことわざはない。おい、だて何してやる。やばいって。このままじゃイリスが助けるのしかないのに。行く？オッケー。何？伊達！分かったよ。投げりゃいいんだろ、投げりゃ。いや、だから多分手前で落ちるで、ブラジャーは。いけんのかな？オッケー。じゃあ、水木ちゃん見やんといてな。水木ちゃん、目閉じて。水木ちゃん。でも逆に見て。オッケー。危ね。めっちゃ簡単な QTE。バイバイ。What the hell?じゃ、見慣れてるやろ、マヒアやったら。やめやからな、そりゃ。いや、しかし、やってる場合かな。
敵をなんやと思ってんねん。どんだけ余裕やねんこいつ。オッケー、よし、うまくいったな。あとは連中の真上にあるコンテナを落とせば。落とせ。なるほど、あのワイヤーを打ち抜けばいいんだな。うん、やれるか。いける。では行くぞ。いやてか、あの普通にモーマに任した方がええと思うで。リボルバーで撃つより簡単やと思います。なの伸びんのゴムゴム。いけ、オッケー。ちょっとこれもうすごいむずいわ。失敗するかも。オッケー、アルツ8分ね。時間ギリギリ。いけ、多分モーマの方がええと思うけどな。あの普通に、あ、グロテスクです、普通に。よかった、全員避けてくれて。残酷。行くぞ。行くぞ。オッケー。了解。ただピュータとあのメガネのイケメンがどこにおるかやな。あ、まだまだおるな。当ててくれへん。全く意味ないからさ、どっちも当てへんやん。どっちもなんかかするとかもないよな。オッケー。ここを突破すりゃ、あとはもう。うん。何か作戦は？お色気作戦、お色気作戦行く？みずきちゃんの。お色気作戦。私の出番だね。うん。任した。まだ。みずき。すげえ。ジャンプ力えぐ？みずきちゃん、みずきちゃん、え？回避能力高。最強やん、みずきちゃん。作中最強。みずきと1対 17? 勝てんの、みずきちゃん。みずき一人では無茶だ。みずきちゃん強すぎ。かっこいい。え、普通に好きなのはこんなかっこいい美少女。幼女。胎児。幼子。援護を頼む。全然当ててこんやんな。いくぞ、みずきちゃん守る俺が。丸。ま、連打。お前、お頑張れ。高橋名人もびっくりアップで連打やったら連打って感じで書いてよ。ナイス回避。物理も最終的には物理やんな。こいつらもマフィアどころちゃうやん。強っ、ね、水木ちゃん強っ。水木ちゃんパイプは武器ちゃうで、本来の用途は。マジかよ。マジ、いや、あの俺が一番びっくりしてる。ほんま大丈夫大丈夫。あとこいつは全然当てこへん。いけ、モーマ、ゴラーモーマ、ダメダメダメ。そのあのモーマの攻めてリロードするやつはしゃがんでくれへん、モーマ。それ基本やで、それ。じゃあな、太田さん、お前座ってないで今開けろよ。強水木、水木俺が守る。怖い。ナイス、よかった。かっこいい、みんな太田以外。ナイス、モーマ強い。あのこれね、多分やけど伊達たちが強いんじゃなくてマフィアが弱すぎる。これあ、どうも。マフィア弱すぎるわ。イリス、多分似た偽物ちゃうんこれ。よかった、アセトンちゃん。お迎えに上がりました、女神様。女神様。伊達さん。ボディーガードです。ピュータどこ行ったん、あいつ。うわ、いいとこ取り。あ、怖い、もう怖いわ。お前運転うまい。作戦完了だ。オッケー。かしこまり。かしこまり。よかった、今回アセトンちゃんしなかった。うわ。それも作戦のうちってか。なんなんこいつ、か英語読まれへん。その後俺たちは別れて、え、逃亡逃亡。モーマー総輪車の太田は松下家のワンボックスの、俺は自分の車のハンドルをそれぞれ握ることになった。え、水木はワンボックスに登場。イリスは俺の車の助手席に座り、3台別々の方向を目指して走り出した。雨一向に鳴り止む気配を見せない。細かいしぶきに追われて街の明かりがぼんやりと淡く滲んで見えた。え、エンディング、ちょっと怖い怖い怖い。こんな終わり方嫌やで。イクメ神社、え、ちょっと一回終わりにしていい、こんなタイミングで終わんのなんやけど。
うん、さっきモーマとミズキから連絡があった。どうやら3人とも無事らしい。よかった。そうか。俺は一言こぼしてアンドのため息をついた。ちょっと今回ここで終わっていいですか。すごい節目でもなんでもないと思うねんけど見てくれてありがとうございます。次回ねお楽しみに。バイバイ。チュチュチュース。バイバイバイ。